れをつけましょう。よくわかりました。今日は本当にここに来ることができてすごく嬉しかったです。空港に着いてからも温かく迎え入れてくれて、ここに入ってからもすごく皆さんの声援がすごく嬉しかったです。この映画、私は見た後に自分が、人に何かこう優しい気持ちだったりとか、温かい言葉をかけてあげたりとか、なんかそういういいアクションを誰かにしてあげたら、絶対に自分にもいいことが返ってくるし、そうすることによって自分自身もすごく強くなれて、相手のことも強くできる。なんかそんな誰か、その一人の人がどれだけそういう強い力、パワーを持っているのかっていうのを実感してもらえるような、なんかそんな素敵な作品になったなってすごく思ったので、皆さんにそう感じていただけていたらすごく嬉しいですし、帰ってからこの映画を見た感想を誰か大切な人に伝えていただいて、その方と一緒にまた見に来てくださったらすごく嬉しいです。今日は本当に楽しい楽しい時間をありがとうございました。また来れるように頑張ります。じゃあ、好的，那我今天真的是非常开心可以来到这里，然后大家不管是在机场还是在见面会，真的都是非常热情的迎接我们，我觉得非常的开心。然后看了这部电影之后，我自己看了这部电影之后，我真的是觉得就是当你为一个人付出，或者是讲一些比较温柔的话，或是做一些比较善良的事情的时候，这些事情真的也是会回到身上，然后也可以帮助到别人。我希望作品里面传达出来这样子的正面的能量，也可以就是大家透过作品都能够感受到，也希望大家就是看了这部作品之后，可以把你的感想跟你自己觉得很重要的人分享，然后也希望作品正式上映之后，你也可以带你身边最重要的人一起去看这部电影。然后今天真的很开心能够来到这里，我也希望自己能够更加的努力再回来这里跟大家见面，谢谢。好，补充一下，柚子小姐今晚还会直播吗？昨日インスタライブをされたそうですね。I see you. I see you. はい、しました。はい。台湾でもまたインスタライブをやりますか？という質問。Okay. はい、じゃあやりたいと思います。はい、次回もやります。Ready for you tonight? 大丈夫。Final. This is okay. One hour more, okay?One hour more, say goodbye. One hour more. One hour. Try your best.本当に僕自身としては本当に久々に12年ぶりということで、こうしてまた、台湾に、戻ってくることができて本当に幸せに思っています。何よりね、本当に空港から始まり、本当に情熱的な歓迎をしていただいて本当に心より、感謝します。台湾のことを、そして応援してくれる皆さんのことをもっともっと本当に大好きになりました。またね、必ず戻ってきたいなというふうに思いました。あとこの映画はですね、本当に監督はじめ、僕のキャストはじめ本当に一生懸命、心を込めて、作った、映画になります。ね、今本当にとてもいろんなことが、便利になって何かこう忘れてしまっているなんか大切なこう情熱みたいなものをこの映画を見てくれたことによってまた皆さんが少しね、温かく、心が温かくなってくれたらいいなと、思っています。映画を見た後に、誰かね、大切な人に、連絡したくなるような、そういう映画になったかなと思いますので、1回だけでなく、もしかしたら来年かもしれないし、3年後かもしれないけど、また違った表情を必ず見せてくれる、映画になっていると思いますので、ぜひ皆さんが、この映画を育んで、いただけたら嬉しいなと思います。本当に素敵な、時間を過ごすことができました。今日は集まってくださってありがとうございました。ありがとう。那我自己的话是回味了12年再次来到台湾，我真的是觉得能够回来这里感觉到非常的幸福。那真的是不管从机场开始到任何地方，大家这么热情的迎接我们，真的从心里面觉得非常的感谢。然后所以我这次也是重新的就是爱上不管是台湾还是粉丝们的大家这样子，那我一定会再找机会回来跟大家见面的。然
好，这次这部电影作品呢，真的是我们导演工作团队以及演员们大家同心协力创作出来的作品，真希望大家会喜欢。我觉得现在的时代变得越来越便利了，所以希望能够通过这部作品让大家找回一些心中就是早已遗忘或者是失落的那些温暖或是热情。你看完之后呢，会想要去跟你心中曾经觉得很重要的人再次联络，然后或者是这部作品呢，我觉得你看过一次之后会有什么样的感想，可是你可能隔了一段时间，不管隔几个月或者是明年后年三年之后再重看这部电影，我相信一定还会有不一样的感受，所以希望大家都会喜欢，然后也希望大家就是在这部电影上映的时候可以多多支持，然后今天真的很开心的能够来到这里跟大家见面，谢谢。是，谢谢盛夏智久先生。